のりちゃんです。けんちゃんです。りえちゃんです。りくちゃんです。ながちゃんです。僕たちの遊びは、今回の企画は両家は知らないと思うんですけど、はい、何をやるかというと、Google 先生クイズサジェスト8。よいしょ。見たことあるかある怖っ。長江良樹って検索して、そこの後に検索でね、何のワードが出てくるかっていうのをね、8個。時期は東京の東京の地域番組一応。あ、そうなんだ。2021年4月頭の東京の長江良樹、最近のってことです。そう面白いこれ。え、お前マジでこういうタイプなんや。広めてくタイプなんやと思って。え、そういうことじゃないの？連打というか、2連打で広めてくって。え、どういうこと？わかんない。いいよ、ヒントになっちゃうから。わかんねえ、わかんねえ。何分？5分でしたっけ？5分になりました。え、ちなみに今一番正解してるのは誰が、大平俊也で6問。 6？ 8問中6位。8問中6か。8問中でもこれ何個言ってもいいから。あ、なるほど、いっぱい答えてます。当てれば当てるだけ、はい、じゃあもう考えちゃうんで、スタートしましょうか。はい、じゃあよーい、スタート。歌。はず難しいね。ないよ。ダンス。何も気になってないよ、そんなの。おいおい、ちょっと厳しいな、全員。あら、うんか家じゃなくなった。はず。いや、おい。はず。せめて最初だけそのルール守ってください。はいか家か、はずって言って。演技。はず。いや、しんどいな。え、なんだろう、何が関係するんだろう。なんて調べられてるからだからね。そう。ヘタリア。いいえ。いいえ。てんてん。お、1問。テンテレが入るってことは、なんだろう、ね、正解やけど、はず。いや、当たってるよ。なんだ、ツイッター。いいえ。インスタ。はい、正解。2問、正解です。インスタが入るのか。もうね、なんか、どんどん行ってていいの。あ、そっか、どんどん。舞台。ない。ラジオ。ない。ブログ。あれ。お、3つ正解。ブログが来んのか。え、あとなんだ。でも全然時間あるよ。全然あるよ。いいよ、調子はいい。調子は全然いい。3問。デビュー。いいえ。Apex。 いいえ。事務所。いいえ。でもすごい時間余裕あるわ、うん、もう3問当たってんねんから。そうだ、あと5問。料理。はず。ええやんけ。誰だろう、あとなんだろう。イタリア。はず。それはいいえよ。あの舞台の役やから、そんなはずとか言えません。いいえ。分捨て。いいえ。逆にはずいけどね、分捨てが入ってこない。女性。女役。いいえ。なんだ、俺は、まあ、惜しいよ。なんか、まあ、近い。女性とか女役惜しい。まあ、なんか惜しいっちゃ惜しいな。はいはい、はい、めちゃくちゃ恥ずかしいやつ1個あるんだけどな。全然あり。言ってみよう。彼女。お、正解。いいね。それで入るか。それ、ゆうくん一番恥ずかしい。いや、そう。それを見たことあったから。ゆうくん、自信満々に彼女っつって入ってなかったからね。今理由、あ、彼女。大変ね。ダッサ今の。彼女もう今4位いったからね。あ、入るか。いける。でもまあいつも入ってくるなみたいなのは入ってる。あ、入ってますね。みんなが入ってそうなやつは入ってる。うん、結構入ってる。これでも出身。いいえ。まあ惜しいけど。惜しいんだ。大阪。いいえ。はず。大阪市。はず。ゆうたろうにこうちょっと確認したいんだけどさ、これ1個目と2個目連動してるわけじゃないよね。たまたまだよ。いや、違うと思います。よし。それどういうことなんだ、先ほど言ったっけ。でも俺も分かります。あとで言います。出身校。あ、惜しい。これが惜しいよ。めちゃくちゃ惜しい。ドンピシャで当ててほしいから、我々は。高校。正解。俺これ得意なのかな。残り2分です。あと3問ですよね。あと3つ。で、完全制覇。めっちゃ時間あるな、なんか、うん、ヒリヒリはないな。ちょっとまったりしちゃった。それを、じゃあカフェラテ飲みたい。カフェラテ、うん、いいですよ。なんだよ、カフェラテ飲みたい。これ、それをみんなが見て、なんだろう、あ、こういう一面があるんだって思ったか否か。はいか言えば。俺、普段の俺を知ってる。印象とかじゃないね、これは、うん、なんか誰しも気になるみたいな感じ。シンプルに誰しも気になる。シンプル。誰しも気になるって。シンプル。原点に帰ろう。原点。シンプル。俺の原点。シンプルに帰ろう。母親。まあ、原点なんやけども。めちゃくちゃ原点だ。登りすぎたね、今はね。ほんまの原点やな。うん、なんか知ら、自分が好きなアーティストとか調べた時のさ。あー、なるほど。感じで。あと1分だよ。インタビュー。違うな。俺が好きなアーティストを調べる。どうなんやろって。一回ファンの気持ちになる方がいい、うん、あ、好きなアーティストがいる。何が気になる。まださっき彼女出てきましたもんね。うん、何、結婚、うん、してんの。してないよ。してない。お前その年でしてたら結構驚きだな。30秒。なんだ、あと1個で新薬に並ぶよ。え、何が関係するの。もっともうシンプルに。いや、多分このサデストを見てたやったら出てる、ね、もしかしたら、うん、彼女のジョージレとか9、いや、なんだ、マジでわかんねえ。いや、10だから、あれは10、6、違うから、まだ
なんでみんな中今だ。ジャジ。なんでみんなちょっとあの焦らすシーンをする。パスタ終わりです。5問正解かな。いやでも頑張ったほうじゃん。あるよ全然、もっとシンプルに考えて。一つはですね、容姿かな、容姿で、まあまあまあ、なんか気になるな。何を、見た目は見た目、見た目で何が気になる、どのくらいなんだろうっていう、どのくらいなんだろう、身長。あ、正解。わー、どうぞ。やっぱり推してる人はまあ、これはね、これやってるかなっていう。ファンだったらやってるかな、うん、これはマストでしょみたいな。確定申告、これは、はい、なんで違う、バカ。好きなアーティスト確定申告やってるかなって思わないだろ。え、なんだろう、これは入りたいなっていう。ファンクラブだ、正解。なるほどね。もう最後に関してはもう分からん。でも多分これ共演者なんだろうね。共演者だと舞台で共演者。てかこれ俺知ってる、この子知ってる。あ、知ってます。なんかもう難読漢字。あ、分かった。鎮西鈴鹿、正解。これあの僕が天てれ小5から中2までやってた時に同じ時期で一緒にやってた同い年の女の子めっちゃ可愛い、ね、すごい名前やった。マックスいましたよ。マックスいました、いました。鎮西鈴鹿って呼んだよ。調べてみよう。この子猪木のモノマネしてんの覚えてんの。懐かしい。関西でしたっけ。違うから、たまたまね、鎮西鈴鹿ちゃんの後に彼女って出てるから、お前そんなオープンにしてたんだと思って。あ、もう公認カップル。公認、もう全だから、なんか様子おかしかったよな。そうだ、オープンにしてく、なんかエフェクスも変わったなと思って。変わる前のエフェクス何を知ってるんだよ、逆に。じゃあ鎮西鈴鹿さんは普通に共演してて、そう、4年間ずっと一緒にやってて、あ、そう、その番組のやっぱ最年長とかもやってたんで、ね、そういう見え方もしてたっちゃしてた。これちょっとさ、鎮西鈴鹿ちゃんで調べて、料金出てきたわ。あ、やっぱ出るん、あ、じゃあやっぱもう2人がどうセットみたいな感じなんだね。セットでしたね、当時は。にゃんちゅう、にゃんちゅうやってんの。にゃんちゅうのお姉さんやってます。俺にゃんちゅうめっちゃ好き。にゃんちゅうのお姉さん。にゃんちゅうのお姉さん。ちょっと似てないな。にゃんちゅうだぞ。酔った時の鳥越さんなのよ、それ今。まあ正解はね、5問、はい、ということで新記録ならず。あー惜しい、ね、惜しい。でもまたジャスね、ジャスね。ジャスね。恋人がいきなり別れを切り出してきた、それを止めたい時どうやって切り抜ける。お前言ってる。あ、分かった。金で解決しようか。実践済みです。リアルな話これ。いや、嘘だ。あれ、半沢さん、ごめん、俺が悪かった。別れる、あー、はい、わかりました。じゃあ明日から旅にということで、ありがとうございました。こいつ、ほんまにやる人だ、こいつだ。まあ、別れたいなら別れますけど、俺は好き。うん、だから別れたくない。リアルやっちゃ